イメラジオ第四千三百七回。今日は令和四年十一月二十二日火曜日です。時刻は午後六時横浜港北。火曜の六時夜となりました。夜がまだ若く、街明かりがキラキラして、秋の夜長。今宵も楽しみな時間となりました。 とは言っても夜の7時から真夜中までオンラインの授業がありますのでちょっと忙しいんですけどけれど秋の夜中は楽しみですねさてそんなオンライン授業の前に少し歴史のお話4307回目今回は「三浦義村はなぜ裏切るのか」こんなタイトルでお話ししましょう。なぜ三浦義村は 裏切るのか？山本耕二君演じる三浦義村が今年の大河ドラマでは、ひときわあの異彩のキャラクターとして視聴者にインパクトを与えていますね。上手な演技です。演技ですよ。その三浦義村があっち。でもこっちでもそっち。でももういろんなところで裏切りまくりと。 でこのもう今年の大河見れば三浦義村イコール裏切りというそれだけは視聴者に残るそういうあのストーリーになっていてこれはある程度正しいこれはある程度正しいんですが今回のテーマなぜ三浦義村は裏切るのか性格的に欠陥があったのか三浦義村について何か心理分析ができるのか で今回はその心理とかそういうのにあの踏み入ることはなくあの時代の人の心理に踏み入ったってしょうがないよね資料も限られているしただあっちでも裏切ったこっちでも裏切ったというその事実はある程度私たちの前にありで何で裏切ったのかのそれを状況からね類推していくことはできるそんなお話です 結局三浦義村の裏切りとは言っても頼朝が死んだ後ですよねつまり1200年になってから例えば比企能員の乱この時にもう比企能員は三浦が自分の側に立つと思っていたけれど三浦は北条の側に立ち引きは滅ぼされたそして 和田義盛の乱この時にも和田と三浦はもともと同じ一族でしたからでよく和田義盛と三浦義村が「俺たちはいとこなんだから」とドラマでも言ってましたね義盛が「裏切ったりしないでくれよ」と「もし裏切るなら早めにやってくんないか」みたいないざという時に裏切られると困るんだよこんな感じでしたねあの和田義盛のセリフ。 ここでも結局裏切ったあそうそうあの畠山重忠の乱あの時にも三浦は畠山重忠、えっと、の息子さんですね畠山重康でしたかその息子さんを由比ガ浜まで,までおびき寄せて「謀反人がいる」とかって言ってそれでその畠山重忠の息子が「謀反人はどこだ」っていうふうに言ったら。 無本人はお前だと三浦義村がヌっと出てくる。これあの時代の劇ではいつも描かれますね、あの湯上浜のあのシーン。今年もそうでした。まあ、ここでもま裏切りといえば裏切り。つまり仲間のふりしてね無本人を討伐するぞっていうふうに畠山茂吉の息子をおびき出して、で実際湯上浜行ってみたら無本人はお前だと。 その後和田義盛そして今回次回ですね「苦行この「苦行もたきつけたのは三浦義村たきつけてましたね今回けれど苦行があの実と暗殺を実行すると手のひら返してその「苦行を打つすごい裏切りといえば裏切り。 あとこれも大河の一番最後の頃でしょうか後鳥羽上皇に対して三浦は非常に友好的なそういうあの吉見を交わす手紙を送っていたのに上級の乱では後鳥羽上皇に対して裏切りと。ただし分かってきましたよねここまでこうざーっと三浦義村の裏切りを見ていれば全部北条についてんですよ。 でこの三浦義村が北条についているっていうのを何も三浦義村と北条義時とのこの二人も母方でいとこですからそのいとこだとかあるいは幼なじみだとかそんなところに理由を求めることはできないだって和田義盛をちゃんと裏切ってるじゃないですかいとこで幼なじみでも。 この時代、もう生き残ろうと思ったら二股かけざるを得なかったと私は思いますよ。最初から北条だって、まあ後の目から見れば北条が生き残ったとなるけれど法事合戦まではつまり三浦が滅ぼされるあの五大執権時折の頃までは北条だってどうなるか分からなかった引きにやられたかもしれない和田にやられたかもしれない。 三浦にやられれたかもしれないだからその最初からあの旗色を、ね、鮮明にして北条ということは三浦からしたらできるわけなかった。である程度見極めがついてからあのでそれがずっと北条の側につくようなそういう、ね、有利なコースがそうだったと二股かけておいてでもう見極めがついたら あのどっちかに加勢するその時有利なコースは絶えず豊穣だったでそれにのっとってあの三浦義村が行動したこれだけのことではないでしょうかですから三浦義村山本浩二君が言ってましたよね「あのこれが三浦のてか俺のやり方だとこれで三浦が生き残ってきたただそれだけのことだとこれをやらないと」。 この二股かけて裏切り二股かけて裏切りたまたま北条への味方というそういうコースが出ただけでこれをやらなかったら三浦は生き残れなかったもし和田義盛とのそれこそ幼なじみとしてのその情に流されていたら三浦も一緒に滅ぼされるそれは今回の苦行の事件もそうですよ。もう苦行に可能性がない。 公行がこれから御家人の賛同を得て実朝亡き後と四大将軍になるそれどころかあの鎌倉で尊敬を持ってあの人の上に立てるなわけないこれが見切った後もう三浦義村は自分への権疑を晴らすためにむしろ公行を中殺するこうですね。それは何も三浦義村が悪い人間だったとか。 ね、あの彼の性格がねじ曲がっていたとかそういうことではなくて結局生き残る方法が当時これしかなかったからそうしたそして三浦は法治合戦前では生き残ったこういうことなんでしょうね結局法治合戦で三浦は滅びそしてもう有力な御機人は足立だけになりこの足立すら 鎌倉期の終わり頃ろ下月騒動ってあるんですけどそこで足立もやられっていう感じで結局北条以外もう有力な御家人がいなくなりむしろ鎌倉の終わり頃には北条の中でのおさらぎ流とか金沢流とか政村流とかいろいろありましたよねあの名古屋流とか赤橋流こちらの中での,あの争い のようになっていきましたで結局最後は北条高時の時の滅亡今回のテーマ「なぜ三浦義村が裏切るのか」そうせざるを得なかった生き残るためにはそれが一番の方法だったけれどこのやり方は三浦義村にしかできずこの安村光村にはこんな芸当がとても逆立ちしてもできなくて。 で結局安村光村という吉村の息子たちですよねこれは北条にぶつかって粉砕された「合戦です夢ラジオ第回」第4307回今回はなぜ三浦吉村を裏切るのかありがとうございました。